京福電気鉄道もボ502、京福電気鉄道もボ501、軽電車は京福電気鉄道に在籍する路面電車車両。サービス工場を目指して登場した京福電気鉄道発の冷房装置搭載車である。1984年に501.502号車、1985年に503.504号車の軽音量が向川車両工業で製造された。 車体は15メートル級、上空扉は片側2カ所で、前面は非関通型であり、デザインは東京都交通局7000系電車の車体更新車を参考にしたとされている。近い将来のワンマン運転実施に備え、従来車の前、後扉配置をやめ、あと、扉を車体中央に移動した前、中扉配置となり、前扉も車体の最前部に移動したため、 一般的な路面電車のスタイルとなった。従来車の運転台は、日本国内の鉄道車両では、一般的な配置の進行方向左側に置かれていたが、モボ501型ではこれも、路面電車同様中央に移され、乗務員扉も、運転席の右側のみの配置になった。運転席と客室は仕切りにより区切られ、 客室内の確認は運転席右側の開口部から行う。なお、この部分と運賃箱の上には車高用のアコーディオンカーテンが設置され、夜間運転時の前面窓への室内の移り込みを防いでいる。前扉はワンマン運転時に乗客個々の定期券、乗車券の確認を容易にするため、一列での降車を前提としており、やや幅を狭くしている。 中扉の進行後方には車掌台が設置され、この部分の窓は車外確認を容易にするため、引き違い式となっている。終電装置は、四条大宮、北の白梅町側の屋根部に Z 型パンタグラフを搭載したが、新生時から Z 型パンタグラフを装備した車両は、乱電ではこのモボ501型が初めてとなった。トロリーポールの操作が不要となったため、 前面窓は大型ガラスの一枚固定式としたが、これも乱電発であった。前面窓上にはこれも乱電発採用の行き先表示器を、下両側に全消灯、標識灯を右上にワンマン運転用の高射鏡が備わる。車体外反の塗装はノータングリーンのツートーンカラーとされた。そのため、従来車よりも明るい印象となっているが、他社には波及せず、 モボ501系自体も、後に501号を除く全車が、従来標準色であるグリーンとベージュのツートンへ変更されている。客室の座席はロングシートであるが、シート表地の色は赤だった。ワンマン運転の開始に伴い、運賃箱は路線バスのように運転席左側に進行方向に、大使斜めに設置された。この配置は従来車で、 左側の乗務員扉があった場所に、校舎口となる前扉が移動したことに由来する。当初は、運転台後方に乗車整理券発行機が設置されていたが、2002年7月1日の均一運賃制以降、スルッと関西導入に伴い、乗車整理券発行機は撤去され、運賃箱には路線バス同様のカード処理機が取り付けられている。走行や、 制御などの主要機器と補い機については、501号は、モボ111系、114号から、502から504号は、モボ121系129.130、128号から、それぞれ流用されており、同一形式ながら種車による際がある。駆動装置は吊りかけ、式、台車は501号が、住友金属工業系 S46 リットル型を、 502から504号が川崎車両部イ12型をそれぞれ装着していた。後に501号車の台車が川崎車両部イ12型に換装され、2018年3月に MOBO611 型や MOBO631 型と同一の制御機器と住友 FS93 に換装された。503.504号車は2000から2001年に廃車されたが、 501.502号車は2016年10月にリニューアル改造され、2019年3月現在も運用が続けられている。2016年10月に501.502号車に施されたリニューアル改造内容は以下の通りである。2020年には502のパンタグラフがシングルアーム化された。1984年に運転開始した。 ワンマン運転に際しては、全中飛行像が威力を発揮するものと思われたが、むしろドア位置の違いは逆に乗客の動線を悪くすることが判明した。さらに出入口付近のスペースの狭さや、幅の狭い扉は、降楽シーズンでの大量の乗客の乗降に支障があった。また、バリアフリーに対応していなかったために、ラッシュ時と降楽シーズンを中心に2両編成で運用されていた。 当時、モボ501系同士の連結運転はなかったが、2009年9月23日には501号車と502号車が連結運転された。2020年5月現在、嵐山本線市場大宮嵐山間、北野線北野白梅町片平の辻間の全線で運用されている。モボ2001型に代替される形で504号車が2000年に、 503号車が2001年にそれぞれ廃車解体された。ありがとうございます。